スノヤでお子様プレートを食べてる孫1号です。おもちゃ好きのお子様プレート、パパはソーセージエッグ定食、朝ごはんを食べたら列車に乗って南房総へ出発します。グランパはさっさと食べちゃいました。外房線に乗ってます。孫1号です。向かいにパパがいます。外房線の中です。青春18切符で本田です。お出口は右側です。房総の旅を始めたところです。電車に乗り飽きた孫1号がぐずぐずやってます。もうすぐ滑川アイランドに届きます。1号阿波鴨川です。木更津行きの電車に乗りました。木更津に向かっていきます。千葉駅の電車だけども木更津に行きます。ゆうくんは電車よりも佐久間ドロップをどうやって取ろうかって頑張ってます。木更津の商店街を歩いて、あいにく木更津は雨です。なんか騒いでます。木更津名物の坂澤さんのたぬきです。坂澤たぬきの前に来ました。これからちょっと電車に乗るまでに休憩をしようと思って。絹田君だって。あ、絹田君っていうの。なんで絹田君っていうの。坂澤たぬきって書いてあるんですよ一応。タヌキで、逆さだから。ああ、そういうことだそうです。で、その、なぜ木更津駅前のショッピングセンターに入りました。実にガランとしてます。ダイソーがあります。いきなりデパートに入るとダイソーです。
で、エスカレーターがあるんですか？エスカレーターがあるようです。行ってみましょう。ここはその昔、木更津そごうとして注目されたところですけれども、今やビビールは2回目でしかなくて、ガランガランです。ガランガランです。ガラケーです。人生ここまで寂れるもんなんだね。なんかコーヒーでも飲もうかと思って入ったんですけれども、何もありません。木更津駅前の喫茶店で一休み、ゆうくんとパパはお菓子を食べて、コーヒーを飲んで、ゆうくんは水飲んでます。まだ飲んでないよ。コーヒー飲みます。ちょっと一休みしてから帰ります。木更津はとっても寂れた場所でした。駅前にあった祖母はお化け屋敷になってました。ようやく船橋駅に到着です。船橋駅に帰ってきました。お疲れ様。楽しかったですか、ゆうくん？はい。楽しかったって言ってます。よかったよかった。帰りたい。最後は船橋の桜水産で、桜水産で乾杯です。ご苦労様でした。南房総を一周してきました。そうだよ、ゆうくんは有楽に付き合いましたよ。ゆうくんはホットカルピスを飲んでいます。これ一杯